浜田駅は、島根県浜田市阿井町にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。事務官高度は64万764。島根県の港湾都市でもある、浜田市の代表駅、中心駅であり、すべての列車が停車する。直営駅であり、当駅を含む山陰本線の並根駅、増田駅間の各駅を管理する浜田鉄道部の最寄り駅かつ、管理駅でもある。 一部の普通列車はこの駅で系統が分断されるほか、マスダ行きの快速アクアライナーは当駅以西では各駅に停車する。また、かつては出雲の一部列車がここを始終着駅としていた。広島からの高速バスが発着することから、山陽地方から島根県西部への玄関口としての役割を担っている。そのため、 県西部の山陰本線の主要駅では、広島駅発着の新幹線の規格乗車券を扱う。鉄道敷設法には、広島駅東駅間の鉄道が記載され、今伏線として建設されていたが、国鉄再建法で工事が凍結され、三段橋駅まで開通していた区間も2003年に廃止された。浜田駅構内北側には、浜田鉄道部があり、 出雲はカフ側にあるスイッチバック線を利用して入線、入庫していた。プラットホーム停車中の普通列車端式、島式の複合型2面3線のホームを持つ。ホームは地上だが、改札はホームをまたぐ橋上に設置されている。ホーム間の連絡は階段と通路を使用する。2009年11月、旧貨物ホームは後に、浜大漁センターが移転し駅舎と通路でつながった。 浜田駅前駅前広場の神楽ら時計浜田駅前1日平均の乗車人員は744人である。2004年度は1076人、1994年度は1479人、1984年度は1889人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。特急、スーパー沖、スーパー松風、快速、 アクアライナーの隣の停車駅は各列車の記事を参照。なお、アクアライナーは下り列車に限り当たり駅異性各駅停車となる。ありがとうございます。